ミツクリエナガチョウチンアンコウ科はアンコウモクにところ属する魚類の分類群の一ついわゆるチョウチンアンコウ類として知られる深海魚の一群でビワアンコウミツクリエナガチョウチンアンコウなどに属四種が記載されるミツクリエナガチョウチンアンコウ科の魚類は太平洋インド洋大西洋など世界中の海の深海に幅広く分布する 海底から離れた中層を漂って生活する、氷栄性深海魚のグループである。ビワアン皇族の一種は主に、南極海とその周辺海域における水深650から1500メートルの、波に分布し、残る三種は三体をすべての深海に生息する、半アリ種となっている。ビワアンシーホールボーエスリーは、水深400から2000メートル。 エナシビワアンコこシし、ヨーロノスコパスは500から1000メートル。ミツクリエナガチ,ョウチンアンコウクリプトップセラズ空材は、500から1250メートルからの最終例が多い。本家魚類は、チョウチンアンコウ類としては、最も大きく成長し、最大種のビワアンコウは、全長77から120センチメートルに達する。死有の体格は、著しい性的二なりを示し、オスは、 メスよりも極端に小さいワイユーである。変態後のオスは餌を一切取らなくなり、大きな球状の目を利用して、メスを探す。メスを発見したオスは、針状の歯を使って、体に食いつき、一体化して、寄生生活を送る。オスとメスの結合は、互いの生成塾を達成するための必要条件となっている。一匹のメスに寄生するオスは、大抵一匹だが、 複数の場合もあり、最大で8匹のオスが付着した個体が知られている。付着部位はほぼ常に腹部で、寄生油の多くが前方を向いていることから、メスの後方から接近していると見られている。エナシビワアンコウセレンシシーズヨーロノスコパス。ほぼ真上を向いた口、背びれの前方に位置する肉質の突起が、本科魚類の特徴であるミツクリエナガチョウチンアンコウ、の仲間は、 左右に平たく、側平たした細長い体型を持つ。一般に、超鎮暗光上下には、体長10センチメートル未満の小型魚が多いが、本家魚類は、ほとんどが、全長数十センチメートル程度にまで成長し、微和暗光は1.2メートルに達する。口は、斜め上向きで、ほとんど垂直につくこと、全上膜骨によく発達した突起を持つことが高との容易な。 鑑別点となっている。ケントロプリュネーカと多くの形態学的共通点を、有し両者は近い関係にあると考えられている。全身を皮膚が変形した突起によって覆われること、誘引突起は、全頭骨から騎士四分の前に突き出ること、長頸骨、方肩骨、角関節骨及び、全災害骨の棘をかくことは2科に共通する特徴である。 本科魚類の重要な特徴として、背びれの2から3ヒレ状が変形し、肉質の突起として存在することが挙げられる。背びれ第1トゲ状は、卵形の疑似状態を備えた、誘引突起として成長し、誘引突起を支える、単ヒレ骨は、非常に細長く、頭蓋骨背部のほぼ全長に及ぶ。背びれ第2トゲ状は死魚を呼び、治魚の時点では、発酵期間を有しているが、 成長とともに退縮し、制御では皮膚にうずもれてしまう。背びれおよび尻びれの軟条は4から5本で、多くの場合4本である。胸びれは15から19軟条で構成される。尾ひれのひれ状は8から9本でそのうち4本は分子し、貝の第9ひれ状は痕跡的となる。頭頂骨は大きい。蝶鎮安孔類の賄裕は一般に目が小さく。 その代わりによく発達した嗅覚器官を持つ場合が多いが、三ョウチンアンコ効果のオスは大きなボール状の眼球を持つ一方、嗅覚器は微小である。糞の先端には、タニヒレ骨と接続する一体の大きな歯を備え、メスに付着する際に用いられる。前上顎骨は退縮し、顎の歯をかく。自由生活機のオスの皮膚は滑らかで、 色素を持たないが、寄生生活に入ると、多数の突起が現れ、一様に黒色となる。自由生活機のオスは、家全体で少なくとも175点の標本が存在し、いずれも全長は2トルに達しない。メスに付着した寄生油は81例が知られ、そのサイズは0.8から1 4トルの範囲である。死魚は背中が突き出た。 猫背のような独特の体型を持つ。皮膚はやや膨張し、口は垂直につく。性差はごく初期段階で現れ、メスの背部成虫には誘引突起と、イボ状の構造が明瞭に認められる。胸びれは小さく、その後端は背びれ、尻びれには届かない。ビワアンコウ、セレーシーズホールボーエスリー。蝶チニアンコウの仲間としては、 最も大きく成長し、全長1.2メートルに達する、ミツクリエナガチョウチンアンコウクリプトップセラズ空材。ミツクリカ基地への県名として命名された、セレシーズミツクリりは、本種のシノニムであるミツクリエナガチョりチンアンコウ家には、ネルソンの体系において二族四種が記載される。含まれる二族はいずれも、チチョウチンアンコー類を代表するグループの一つとなっており、 変態語のメスの標本はそれぞれ少なくとも440点980点に及ぶ数が知られている。ありがとうございます。